はい、ロバート清崎シリーズですけども、このずっと会いたかったっていう書籍を今回は紹介したいと思います。これがですね、なんでお金持ちと関係あるかってことなんですけども、実はですね、ここに本当にね、自分の見返りでない、提供が自分の人生に大きな変化を起こしてくれるというヒントが書いてあるんですよ。このずっと会いたかったっていうのは簡単に説明してますと、最初の設定ではですね、お父さんの話なんですよ。50代のお父さんが会社をリストラされて、それを家には言えなくって、出勤するふりをしてアルバイトに行くんだけども、アルバイト先でもね、あまりいい目を見ないわけなんですよ。それは自分と同じような立場の人が今社外であぶれているという現実を知ってるからなんですよね。せっかく大手企業に勤めていても、もう現場では役に立たない、もう時代遅れになってしまってる、そんな自分がいることと、家に帰れば息子は引きこもりがちで自殺まで してしまうんですよね。そんな中で、なんで自分の人生がうまくいかないのかなと悩んでですね、模索するんですけども、ただ一言これに尽きるんですよ。自分はこれをやったと言えるほど何かに打ち込んだことがないっていうふうに主人公のそのお父さんは気づくんですよね。それでどんなことでもいいから、何かをこれはやったって言えることを見つけに行こうと思うわけなんですよ。その時にですね、幼い頃息子と、息子が幼い頃に海に行って拾ってきた、なんかわけのわかんない瓶を思い出すんですよ。その瓶の中には見てみると手紙が入っていて、その手紙の中にはですね、実は瑞鶴というミッドウェー海戦で沈没した空母の乗組員の手紙が入ってたんですよ。その空母の乗組員さんには婚約者がいらっしゃってですね、その婚約者さんと別れて戦争に行く、別れてっていうかね、離れ離れになって戦争に行くんですけども、そこでついにね、撃沈を免れないと、もう最後に愛するあの人に気持ちを伝えたい、なんとかして伝えたいという思いがペンを走らせ、100分の1の可能性にかけてですね、100万分の1の可能性にかけて、その手紙を瓶に入れて、そのまんま太平洋に投げるわけですよ。それが何十年も経ってぷかぷかと浮かびながら、その主人公のお父さんのところに、海岸伝いに行ったわけなんですよ。それで息子さんがですね、こんな瓶があるよって拾ったのを取っといたらしいんですよ。それを今何もやらない自分、何もやったことがない自分に立ち返って、よし、これを手紙の送り主さんに、送り先さんに届けてみよう、婚約者の女性に届けてみようと思うわけなんですよ。でも何のヒントもない紙切れなんですよね。でも何のヒントもない紙切れでも、紙切れというヒントはあったんですよ。そして瑞鶴に、ね、乗っている人がこれをやったに違いないということが、いろんな旅の中で分かってくるんですよね。そういった手探りの中で、ついにその方は、そのね、手紙の送り先の女性のところに届けることができたんですよ。で、これでラストシーンです。届けて、それがうまくいったんですけども、ただ自分は他人ですよ。全然関係ない人です。全然関係ない人が手紙をその方に届けるんですけども、その時にはもうすでにですね、そのお父さんです。お父さんが瑞鶴で戦死したその青年の気持ちになっていたんですよ。なぜなら、どんな青年が誰に送ろうとしてるのかなっていうことを一生懸命考えながら、その方自身の旅もするからなんですよね。そういうふうに、人の人生がどうだったのかなということを自分でイメージすることによって、だんだんその人になりきっていくってこともできます。で、私がね、よく与沢翼さんの話を出すんですけども、それはですね、私がね、与沢翼さんになりきって演じている部分もあるんですよ、自分のビジネスで。まあ僭越ながらですね、そうすることによって、きっとこんなことを考えてたに違いないっていうふうに感じるんですよ。で、これはね、本当かどうか分かんないですよ。本当に与沢翼さんがそう思ってたかどうか分かりませんけども、ただ自分がなりきることによって、与沢さんの結果に向かっていこうっていう新しいモチベーションになるんですよね。そういったことをこの書籍から学んで、たまに思い出すんですよ、これを。で、今回も古本があったんで買ってみてですね、これは3日前に読んでみました。初めてです、原作を読んだの。それまでは映画を DVD で見てたんですけども、DVD もテレビのやつをね、録画したやつを、DVD が出てないん で、原作を読みたいと思ってたんですよ。で、原作を読んでいくと、映画と違って、登場人物とか、それから言葉の間合いとかっていうのは自分で作れるんですよね。だから自分のストーリーをここから受け取って、そして新しいね、ビジネスの考え方の一つにできるかなと思いました。皆さんもきっとですね、自分を本当に熱くしてくれたアニメーションですとか映画ってものを重ね合わせながら人生を送ってる部分があると思うんですよ。ぜひね、その自己陶酔を大事にしていただきたいと思います。その自己陶酔から本当に自己陶酔できるような人生の結果っていうのが生まれることも多々ありますんでね。影響を受けた本っていうのは皆様あると思いますけども、大いに影響を受けて、真に受けてその結果に向かっていっていただきたいと思います。